SV 発売まで1ヶ月を切った。新しいポケモンや、一部ジムリーダーも公開されたし、そろそろ新作に向けて何かしらやるのかな。俺様の内定が決まっているし、ボーマンダのテラスタル考察や、強化してほしい部分、そんな感じのをまとめた動画出すのはどうだ？例えば、メガ進化返してくださいとか。やっぱそうじゃん。そういえば、免許取った樹海院っていつ戻ってくるの？今日は来るらしいぜ。ほら、噂をすれば来たみたいだぜ。早速車乗ってきたんだな。ってなんかスピード出しすぎの音聞こえるけど。イケメン、最上。それじゃごまかせないでしょ。しかもそれ別のチャンネルのやつだぜ。ああ、派手に突っ込みやがって。免許取ってきたんでしょ。ああ、取ってきたさ。だがブレーキじゃなくてアクセル踏んじまった。今すぐ免許返しに行け。免許取ったばっかのやつとは思えないな。久しぶりの出番だしド派手に登場する予定だったのだがな。まあド派手ではあるぜ。あいつ来たら相当びっくりするだろうな。どうも皆さんこんにちは。って何ですかこれは。キリン力進化するんですね。なんか情報遅くねえかあいつ。というわけで今回は樹海院のかっこいいところ100選をやっていくんだが。何がというわけなんだ。いいですよ。別にいいんだ。ただ100戦してもつまらないので対戦しながらやっていきましょうかね。で、なんで壁に車突っ込んでるんですか。気づくの遅すぎだろ。お、早速一つあるじゃないか。まず完成されたドットアイコン。これは樹海院に限らずみんな素晴らしいけどね。そしてこの伝説環境でも圧倒的存在感。それはお前が伝説ポケモンではないからじゃねえか。なんなら相手も一般枠でナットレイいるし。しかしさすがの俺でもこの環境でエースなんて欲張らない。ここはサポートに徹していくぜ。対戦よろしくお願いします。初手はフォロー。耐久もアタッカーもできる便利なポケモンです。俺もフォローに負けないくらい輝いてるぜ。どこからそんな自信出てくんだよ。お待たせ、待った？今始まったとこですね。さて、すでにかっこいいところ3つも出たんだが。もしかして、さっきのフォローの下りも入ってる？バトルが始まったからバトルでのかっこいいところだな。今回は一般的に使われるがむしゃら型だ。味方の自信過剰などをサポートできる器用さもかっこいい。ありがてえけど自分で言うかそれ。しかも交代されちゃった。伝説ポケモンなら最初から体力多いのでそこそこ減りますよ。ジガルデか。緑色はかっこいいから俺もかっこいい。好みの問題では、ゼッグーザとかジガルデは緑で人気ですね。もっと外見のいいところはないの？もちろんあるさ。切れ長の鋭い目、緑、赤、黄色のバランス良い配色。おそらくわらびモチーフの豊かな尻尾、鋭利な爪の手足、懐刀のように切れ味鮮やかな腕の歯、イケメンな要素しかないじゃないか。すごいたくさん出てきたな。対戦の方は身代わりでジガルデの蛇睨みをうまくかわしました。身代わりまでイケメンに見えるなんて俺はなんて罪な男だ。そんなわけないでしょ。相手も身代わり持ってたら終わりでしたがなかったようです。食べ残しもなかった。私相手の肩に助けられたな。だが体力が半分になったから特性で姿が変わるぜ。ジガルデの変身はいつ見てもいいですね。樹海院はできないの？俺だってメガ進化があるぜ。樹海院のメガ進化、かっこいいですよね。大きく変わってはいるけど元を崩さないメガ進化だぜ。私はこの鋭くなった顔がいいですね。俺様はこの戦闘に特化させたような尻尾だぜ。この尻尾は切り離してミサイルみたいに撃つことができるみたいです。へぇ、そんなことができるんだ。アニメだと撃っているとこを見ることができますよ。そうそう、アニメといえば、アニメの樹海院は特にかっこいいので、気になる人はアドバンスジェネレーション全部見てください。樹海院に進化するのかなり先だぜ。おいおい俺が言わなくてもたくさん出てくるじゃないか。確かに自然と出てきている。やはり俺がイケメンということは紛れもない事実なんだな。ちょっと待って、今ので100選のうち1つなの。正直アニメの内容とか触れ始めたら100選なんかあっという間ですよ。有名なタクトのダークライ倒したのも樹海院ですからね。あーまたカウント増えちゃったよ。 XY でもかっこいい俺を見れるからぜひ確認してくれ。これは本当に作画もすごくて好きですね。実は俺様も出ているぜ。さっきから放置してるけど対戦どうなってるの。なんかジガルデが倒しに来ているのでガムシャラで削ろうかなと。この技構成じゃさすがに倒せねえぜ。今回は樹海院で削ったポケモンをバドレックスに倒させていなないていこうってやつです。これなら伝説環境でも活躍はできるね。雑に切ってしまうことにはなるのですがね。しかし樹海院は他のポケモンと違い、タスキまで削れると軽技で素早さが増すので、素早さ落としても2匹目にガムシャラができるのですよ。軽技って意外と便利な特性だよな。伝説環境でも戦える方があるのはありがたいことだ。最後に一つ言わせてくれ。チャンネル登録よろしくな。この下り何回やれば満足するんだろうな。というわけでバドレックス出していないていきます。頼むぜ、北条の神。いやそれはランドロスな。正しくは北条の王ですね。なんかこのネタ昔にやらなかったか。で、もう樹海院いなくなったのにどうやって対戦について触れていくの。あ、それはな、カットで。その後交代してきた鳳凰を吹き飛ばし、ジガルデを倒して、ナットレイをトリックでこだわらせて勝利です。対戦
戦ありがとうございました。いらないたらあとはゴリ押しですからカットしちゃいました。今更だけど今日の対戦内容かなり薄いかもしれない。2戦目です。この方に弱点があるとすればゴーストに何もできない。だから初手でバドレックス出されるとまずいが、イケメンだから初手から行くぜ。バドレックスダメって言ってるのになんで。技構成変えれば神砕くやシャドウクロー入れれますけど。俺は物理特殊どっちもいけなくはない高速アタッカーだからな。もう少し技範囲が広いとありがたいのですがね。対戦よろしくお願いします。はい、やってしまいました。これじゃ樹海院何もできないじゃん。まあ落ち着け。フリ対面の場合交代するのがポケモンバトルだろ。確かにそうですけどね。このイケメンの頭脳が導き出した答えはこれだ。ザシアンを切る。嘘でしょ。イケメンの頭脳がそう言っている。これアストラルビットだったらそのままザシアン倒されちゃいますよ。アストラルビットじゃないことってある。お、サイコショックなら可能性ありますね。このバドレックスがタスキならザシアンで削っておかないといけません。なら次の攻撃も耐える必要があるぜ。さすがザシアン、なんとか耐えてくれました。これでタスキの可能性を消すことができるぜ。しかし SV が発売したらこの巨獣版も当分見れなくなるのですか。 SV でもこのイケメンポケモン樹海もよろしくな。まだ樹海内定してなくない。たとえ内定してなくても俺はこのチャンネルで君たちを待っているぜ。さっきからあまりカウント増えてねえが、あと80戦ほどあんのに大丈夫か。仮に80戦今出てなくてもこれから俺のかっこいいところをみんなで見つけていけばいいじゃないか。100戦って企画なのにこのうちでいいのか。まだ終わってねえよ。バドレックスは倒せませんでしたが、こちらのバドレックスはスカーフなので上から倒していただきます。これは樹海院の出番なさそうだぜ。もともとバドレックスで倒すプランだったんだ。俺が出なくてもいただけるならそれでいいじゃないか。動画的にはあんまり良くないと思うぜ。そうですよ、それじゃダメです。ほらこいつも言ってるぜ。対戦でないならあと79戦出してください。どっかよ。さすがの樹海院でも残りを出すのは厳しいでしょ。そもそも何個かろくなやつじゃなかった気もするぜ。ちなみに対戦ですがこのままダイマックスして押し通します。突撃直帰の可能性なくはないですがゴリ押しできそう。そういえば来月のルールはまた近伝2匹ルールみたいだね。今よりはマシとはいえまた一般ポケモンが使いにくいです。おそらく次回作で使ってくれってことなんだろう。みんなはテラスタルで何タイプの樹海院にしたい。弱点を回避するなら水や飛行タイプですかね。技範囲を広げるためのテラスタルでもいいぜ。わしは捨てられた子猫を拾ってしまうような女の子かな。それは左側の好みでは。あ、ちょうどいいですね。お家の壁直しておいてください。なんでわしがやることになるの。直さないと敷金返ってこないじゃないですか。賃貸だったのか。ついでに俺の車も修理しておいてくれよ。なんで。対戦の方はお互いに大マックスしましたが、いらないているのでこちらの方が押している感じですね。耐久型バドレックスにして正解でした。2回いただいたのであとはザシアン倒して勝ちです。あれ耐えるのはもうおかしいでしょ。俺ならザシアンワンパンできたんだがな。お、ようやくカウント増えたで。なんか増えすぎじゃない。番組とかであるだろ。最後の問題はプラス100点とかあんな感じだ。あれは盛り上げるためであってこういう場で使うものではないと思いますが。最後は俺がザシアン倒して勝利だぜ。電光石火しか攻撃技ないけど大丈夫か。おいおい、あれを削れないほど俺は弱くないぜ。イケメンの電光石火を受けるがいいさ。最後までイケメンたっぷりだったぜ。トップみたいに言うな。というわけで以上が100戦だ。100戦もあるなんて俺はなんてイケメンなんだ。もう数字インフレしてるじゃん。よう、全国の樹海院がある。待たせたな。久しぶりのイケメンラジオだ。待ってくれていた人もいるらしく、俺は非常に嬉しい。それじゃあ早速お便りが来ているから読んでいくか。樹海院さん、今からバレンタインのお菓子を用意したいのですが、おすすめのお菓子や渡し方などありませんか？なるほど、バレンタインか。昔調べたことがあるんだが、渡すもので意味が変わるらしいな。もし、異性に渡す時があればその辺も注意した方がいいかもしれないぜ。マドレーヌなんかがもっと仲良くなりたいという意味だからおすすめだ。渡し方は、そうだな、やっぱり直接で私が一番喜ぶと思うぜ。男だと照れ隠しで反発されるかもしれないがな。さて、短い時間だったが今回はここまでだ。よかったら質問などを概要欄のマシュマロに入れてもらえるとありがたい。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価の方もよろしくな。